では回ろうのリンちゃん順番に引いています。次はどんなお題になるんでしょうか。はい、ではスターマンも引いてください。 OK、 はい、ではズーちゃんもお願いします。順番にね発表していきましょう。観測してる？大丈夫？はい、よろしいでしょうか。はい、では順番に見ていきましょう。じゃあ皆さんね、アピールはスタートの合図があってからでお願いします。では行きましょう。まずじゃあズーちゃんから見ててもらっていいですか。ズーちゃんの2回戦のお題はこちら。はい、清水直之コーチのサインの入ったグッズを持っている人、これ、選手時代のものということで、マリーンズでもベイスターズでも選手時代のものをねお持ちの方、要証明です。お願いします。続いてスターマン、いいですか、見ててもらって。じゃん、神奈川県内の駅から千葉県内の駅間の定期券を持っている方、こちらも要証明です。これはいるかもね。じゃあマー君お願いします。マー君のお題はこちら。はい、本日交流戦限定グルメを食べた方でステージで感想を言ってくださる方です。これ今出てくるわけじゃないからね、このステージでこんな食べ物美味しかったよって言ってくれる人です。お願いします。もしお写真とかあったら見せてください。続いてりんちゃん、はい、ファミリープレゼンツジープバズーカチャンスの景品を本日ゲットした方、こちらジープの T シャツです。こちらをゲットした方持ってきてください。では準備はよろしいでしょうか。参りましょう。位置についてよーいスタート。愛された味ということですので、まあ、昔ながらの味が心の中で染みて、食べた瞬間にすごく肉の甘辛さがよく伝わってきて、とても美味しい一品でした。本当にもうマリンで交流戦やるゲイ のいいグルメだと思ってます。また食べてきます。思ったより尺を使いましたね。でもいいです、素晴らしいです。拍手 OK。 マークに来いと。ではこっちに連れてください。リーちゃんプレゼンツジープバズーカチャンスは来てますね。 OK、 リンちゃん1ポイント拍手。では続いてスターマン、さあスターマンのお題は鉄拳だけ、千葉県、千葉県、個人情報だからね。まだ OK です。はい、 OK、 スターマン1ポイント。ではちょっとずれていただいて、はい、3番目スターマンで、はい、ズーちゃん、はい、あれちょっと待ってください。ズーちゃんのお題は清水コーチのサイン、清水さんでもないし、残念、ズーちゃんゼロポイント。ということで、この勝負ここまで。2回戦の結果はマー君が2ポイント、リーちゃんが1ポイント、そしてスターマンも1ポイント、そしてズーちゃんが0ポイント。まずは2回戦に協力していただいたファンの皆さん、ありがとうございました。大きな拍手。何の用意もなくごめんなさい。何もなんかプレゼントなくて申し訳ありません。ありがとうございました。ではお席の方へお願いします。